チャンネル登録よろしくね。すべての労働の無人化を GHF の提供でお送りします。やあ、私は GHF 作投稿者が顔出ししたくないというので呼ばれた代理です。というわけでウプ主が1年半くらい作ってたエンジン付き自転車を紹介していくよ。正直私は代理で、こいつについては原稿以上のことは知らないんだけどね。見ての通り、これは自転車にエンジンを乗せたものです。フレーム、タイヤをはじめとした基本的な構造は自転車そのままだよ。タンク、ウィンカーなどはオートバイ用のものを有用。ヘッドライトのレンズと反射板はオートバイ用のものだね。ジャンクヤードで拾ってきたので何のレンズかは不明。ホンダプデイかな？で、これを100均のゴミ箱にはめて、中国製の怪しい自転車ライトを分解して、3D プリンタでブラケット作って、うまいこと光るようにした結果がこれです。いい感じのベースライトがお手頃価格でなかった結果だそうな。お気づきかもしれないけど、こいつはいわゆるバジェットビルドというか。まあ、汎用品を多用したお手頃価格カスタムだね。投稿者は手取り15万くらいなので、こうやってケチケチしてるよ。制作期間の2年弱も、ほとんどは次のパーツ買うための資金が確保できるのを待ってた期間だし。ま、せちがらい話はこれくらいにして、次行こうか。速度計はこれまた中古、ブラケットもこれまた 3D プリンタ出力だね。中古なので2万キロ走ってることになってるけど、実際の走行距離は3000キロくらい？速度計の入力はこれまた自転車用のアナログ速度計のパーツを有用してます。いやまあ、決体な製品もあったもんだね。1000円くらい。あ、メーター自体はオートバイ用なので当然実速度と表示はずれます。プラス10キロくらい。ハンドルバー周りはこんな感じ。左右レバーはそれぞれ前後ブレーキ、左手側にはクラッチとリモートチョーク。右手側にウィンカーとホーンスイッチ、スロットルを配置してるよ。右手側にウィンカースイッチと思った人多いでしょ。別に法令で右手側と決まってるわけじゃないからね。それに前後すぐの山口オートペットなんかでも左手ウィンカーの採用例はある。リモートチョークについては特筆すべきことはないかな。ケーブル引いてるだけだよ。クラッチも同様。これは自転車用のロックアウトレバーというものを応用してる。シンプルだね。さて、お待たせいたしました。視聴者のほとんどが一番気になってるであろうエンジン。これは中国製の自転車に後付けするために作られたエンジンです。ピストンバルブ式ツースト、排気量 49cc、圧縮比6対1。なんでこんなものが実在するのか私にもわからない。エンジンのどこを見ても製造会社名もロットナンバーも書いてないんだよね。アメリカ人が中国で見つけたエンジンを本国へ持ち帰り、自転車に乗せたのが始まり。そんな怪文書が海外フォーラムにあったけどどこまで信じていやら。あ、このタンクはインテークチャンバーです。YEIS みたいなやつ。ともかく、このエンジンはなぜか実在し、そして中華サイトで部品単位で売ってるわけですよ。というか国内アマゾンにもある。買うならここから買うことをおすすめするよ。ナンバー取得のための書類がつくので。オイル混合装置なんて洒落たものはないので、燃料混合も自前。燃料タンクにツーストオイル注いでから給油するだけでそれなりに混ざるんだけどね。いやー、オートバイというか芝刈り機みたいだね。エンジン動力は車体左側のチェーンを介して後輪に伝えられるよ。で、このエンジンなんだけどクッソ非力です。1馬力出てるか怪しい。変速機すらないので動力は後輪へ直結。そのせいで速度はともかく坂が登れない。じゃあ坂に当たったらどうするかって、漕ぐのよ。スプロケットの取り付けはゴム2枚でスポークを挟むだけ。CNC アダプタとかネジ穴付きハブとかあるけど、微妙に高いからねー。さて、こいつを最もオートバイらしく見せているであろうタンク。と入っても特筆することもないんだけどね。市販のタンクを塗っただけだよ。黒線はなんとビニールテープ、塗装ですらない。GHF ロゴはマジック手書きだけど、プリンタ買ったしシール自作しないとね。そうそう、このタンクひどくてね。アマゾンで新品買ったはずなのに、届いた時からこのありさま。傾けたらサラサラ油から振ったらこんなにサビが出てきた。まあ、安かったので文句は言わないけどね。ジャンクが届くのは慣れてる。固定はホームセンターの汎用ステイと切り出したゴム界のコンボ。ホームセンステイは偉大。安いし丈夫だし加工も簡単。サドル周りはほとんどまんま自転車だね。オートバイなんだからシートと言うべき？そうそう、ちょいちょい聞かれるのがこのシートポスト。これは普通のシートポストを切断して、イレクターパイプ用ジョイントで L 字に繋いでます。ジョイントはモノタロウで500円くらい。
あ、真似して外れて脊椎折ったりしても責任取らないから自己責任でね。そもそも人の体重を支えるための製品じゃないし。車体左側、こっちで目を引くのはジャックシフトかな。いわゆる自殺シフト。これは自転車側のギアの操作をするためのものだよ。根元に入ってるのはよく見るシマノのシフター。ひねるタイプのやつだね。3D プリントしたパーツでゴムグリップをレバーに置換して、ホームセンステイで取り付け。ハンドルバーを短く切ったやつを間に挟んでるけどね。この角度からだとシマノシフターなのがわかりやすいかな。ちなみにこの手のシフター、まともに買うと3万くらいします。ただ 3D プリンタもそれくらいするのでトントンかもしれない。あとは、ちょいちょい聞かれるのが伝送関係かな。モンキーのものを有用しています。ヘッドライトは前述の通り自転車用のものを有用なので、電源は独立。18650電池が2本入ってる統合式バッテリーパックをたまに家で充電してるよ。で、ウィンカーとテールライトの電力は鉛バッテリー。ここのポーチに入れてて、これは一応エンジンの発電機から充電されるようになってる。ま、起電力自体が足りないのでこっちも時々コンセントから充電してるんだけどね。点火方式は CDI だからバッテリーなくても走るだけは走れる。さて、話はこれくらいにして、こいつはオートバイ。走らせようか。この通り速度は出ない。法的な話を抜きにしても、平地でも30キロ維持がいいとこじゃないかな。このエンジン、もともとは 79cc で 50cc はボアダウン版なんだよね。だからボアアップは容易なんだけど、原付2種免許が10万するのが一番痛いね。いやしかしまあ、いいエンジンだよ。さっきピストンバルブ釣ったのは間違いじゃないよ。リードバルブは存在しない。構造が単純だから滅多なことじゃ故障しないんだよね。オイルまで忘れて焼き付かせたり、他社のピストン組み込んで傷入れたり、エンジン自体の故障で経験したことあるのは全部リンカ側の原因だね。乗り心地に関しては悪い方じゃないかな。前のスプリンガーフォークはフレームへの衝撃を緩和するためのもの、ローリングはリジット、シートは中国製の FX、タイヤは普通。そんなことはどうでもいいくらい楽しいらしいね。自分で作った自分だけの車両で走り回るのはあまりに最高なんだと。主は昔のオートバイ、というかモーターサイクルが好きらしいね。一番好きなのは1920年代前後のオートトラックレーサーだってさ。エンジンに車輪がついてるようなのがいいんだとか。
このチャンネルはこんな感じで作ったものとかを適当に投げていくところです。投稿は不定期だけどよかったらチャンネル登録してね。中国から3万で買った SDM855 スマホプラススマートウォッチの動画とか予定してるよ。では私はこの辺で。